日産自動車ではお客様が安心して運転していただけるように車が人の命を守るというセーフティーシールドコンセプトに基づいて開発を行っております。衝突の際に発生した衝撃を衝撃吸収ボディによってしっかりと吸収し、高強度キャビンによって中に乗られている乗員の生存空間を確保することを確認しています。衝突形態でいうと前面衝突試験、側面衝突試験、後面衝突試験、また歩行者を模擬した歩行者保護試験というものがあります。実験で計測する項目は車体特性であったり、シートベルトやエアバッグの特性、あと乗員の障害値、トータルでは100以上の項目を計測しています。ダミーには複数のセンサーが組み込まれており、脳障害であったりシートベルトやエアバッグからの入力に対する胸の変化量などを確認しています。 EV には高電圧のバッテリーが車両に搭載されていますので、バッテリーが衝突後にも車両にきちんと保持されていること、またバッテリー内の電解液が漏れていないことを確認しています。新型アリアの場合、多くの国々に複数の仕様を販売するため、開発初期のコンセプト確認実験から市販に至るまで約400回の実験を実施しています。新型リーフの開発時に後期よりも厳しい条件で開発をしていました。新型アリアでもその厳しい条件を適用しています。